東京医科歯科大学東京医科歯科大学医学部付属病院は東京都文京区にある医療機関国立大学法人東京医科歯科大学設置の大学病院である。2021年9月末までは私学部付属病院とは設置者は同じだが別の病院となっているが2021年10月より統合の上東京医科歯科大学病院となる。 岩総合を目標にした臨床研究などが盛んに行われている都内唯一の国立大学病院である難知性疾患の診断、治療を得意とし、新たな治療法の開発などにも取り組んでいる。以下新胸 A 以下新胸 B 私学胸3号胸、東京都医療機関案内サービス、東京都福祉保健局、2021年1月13日閲覧。 災害拠点病院一覧。厚生労働省。2021年1月13日閲覧。癌診療連携拠点病院。東京都福祉保健局医療政策部医療政策課。2021年1月13日閲覧。東京都アレルギー疾患医療拠点病院。専門病院指定一覧。東京都福祉保健局。2021年1月13日閲覧。 救急医療機関一覧。東京都医療政策部救急災害医療科、救急医療担当。2021年1月13日閲覧。東京都救命救急センター一覧。東京都医療政策部救急災害医療科、救急医療担当。2021年1月13日閲覧。病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。 2021年1月13日閲覧 ABCDE 交通アクセス東京医科歯科大学医学部附属病院2021年1月13日閲覧ありがとうございます